皆さんこんばんは。ちょっと久しぶりの動画になるんですけれども、今日はねチニング来てます。チヌ以外にも根魚が釣れる場所を来てるんで、何かが釣れたらいいかなということです。それに加えて今日は以前動画で申し上げてました2000人登録達成したら3つお知らせがあると、その3つをそれぞれ簡単に話していきたいと思いますので、そこもお楽しみにしてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。フリーリーグですね。先発はバグワンツ2インチ、これでやっていきます。ちょっと風もあるんでやりにくいかも。もう本当肩の力抜いて今日はやっていきましょう。お、ああ外れた。当たるな。お知らせをする前にね、最近動画投稿あんまりしなかった理由っていうのをね話すと、一つはね繁忙期、もう休みもほぼなくっていうようなところをやったんで申し訳ない。もう一つはね、最近はもう根魚狙いでずっと友人とやってましたんで、動画も撮らずひたすら根魚と遊んでいるっていうような感じです。その2つがちょうど重なったんで、あんまり動画投稿してません。メバルなんかも釣れるんだろうけど、よっしゃよっしゃ、よいしょ、よいしょ、ガシラ、幸先よくこんな20センチないようなガシラですけど遊んでくれてます。ありがとう。そんなこんなでガシラ釣れちゃったな。今日は釣りってよりかはお知らせをメインにね考えてるんで、釣りはおまけです。よっしゃ、おっとっとっと、めっちゃ手前かしら。丸のみちゃん、このカラーいいな。スカッパの恩恵にラメいっぱい。ちょっと気を取り直してお知らせ3つ言っていきましょう。その前にチャンネル登録者2000名さん突破、ありがとうございます。本当にありがとう。チャンネルを開設して4年以上経ちますか。スローペースではありますが、なんとかここまで来させていただきました。いつもありがとう。ほんでお、当たってる。しっこい。よう釣れるな。こういうお話の途中にちょこちょこ釣れてくれる、そんな魚です。ではね、お知らせ3つのうちの1つ目が、アイコンを変えます。今まで、羊のぬいぐるみさんに背景、海ですね、やったんですけど、それを変えます。この動画が上がる頃にはもう変えておくんですけど、妻に描いてもらった黒い顔の羊が魚を持ってるっていうような感じの絵ですね、それに変えています。ちなみに今までのアイコンっていうのはニュージーランド行った時のお土産に買った羊のぬいぐるみに、鳥取県かな、三保関の灯台から撮った写真を合わせていたっていうような感じです。どっちも旅行で訪れた際の副産物ですね。よいしょ、抜けた。めっちゃ当たるやん。もうチヌ狙いじゃなくてもう根魚狙いになっちゃったな。一つ目がアイコンのお話。二つ目がね、友人がこの動画手伝ってくれるっていうような格好になりました。メンバーとかそういう大層なもんではないんですけど、たまに動画出てくれるそうなんで、お楽しみに。本当に10代の頃から一緒にずっと釣りしてる、近所にいてる友達ですね。彼はいろいろ忙しい人で、遠征もめっちゃ好き、
もちろん僕と一緒に釣りもしてくれますし、非常に釣りがうまい人間なので、今やってるような根魚の釣りもそうですし、ライトゲームもそうですし、チヌも一緒にやってくれます。まあそういった友達が手伝ってくれるっていうことが2つ目で、3つ目がね、ちょっとその友達となんか服でも作ってみようかなっていうようなお話、なんか一緒にできることないかなみたいなところから始まって、まあ、随時進めていこうかなっていうところです。まあ、でき次第、まあ、自分たちで着るのはもちろんですけど、なんかプレゼントとかできたらいいのかなっていうようなことも考えてます。まあ、この3つっていうのが一応2000人登録達成後の報告でした。まあ、まずは今後ともね、よろしくお願いします。またちょいちょい動画出していきます。やっぱり勢いのねある人たちとかとは違って、ちょっとこじんまりそんな感じなんですけど、今後とも頑張っていきますのでよろしくお願いします。まあ今のところはもうガシラしか釣れてないんですけど、まあもうちょっとだけ釣りやっていきますか。すげえな、どんだけ釣れるんだ。はい、皆さんお疲れ様です。まあ、なんといっても今日はお知らせをただしたかっただけなので、釣りはあくまでおまけでした。まあ、今回お知らせした3つ、まあ、アイコン変える動画を手伝ってくれる友人、服でも作ろうかなっていうようなお話でした。改めまして、今後とも当チャンネルよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこれで動画を終わります。バイバーイ。